今回2つの方法をお伝えします。どちらもコツとしては空気を下から上に動かすということです。ではまず1つ目の方法です。おいでぬすって6時のパパマッキーチャンネルのマッキーと妻のよっちゃんです。ゆりちゃんもイエーイ。今回は新生児のゲップのさせ方のコツをご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。じゃいけろー。またこのチャンネルでは6人の子供を育てる私たちが我が家なりの育児、出産に関する情報を発信しております。これから出産を控えている方や育児を頑張っている皆さん、ぜひチャンネル登録をお願いします。よろしく。今すぐチャンネル登録。楽やん。あ、ごめん今日は新生児のゲップのさせ方なんですが、そもそもなんでゲップさせるのっていうと、赤ちゃんはミルクを飲むときに空気を一緒にたくさん飲み込んでしまいます。なので飲み込んだ空気をそのままにしておくと、寝返りなどで体を動かしたときに吐き戻してしまうことがあります。それを防ぐためにゲップを出してあげます。では簡単なので早速ご紹介していきます。今回2つの方法をお伝えします。どちらもコツとしては空気を下から上に動かすということです。ではまず1つ目の方法です。まず1つ目が縦抱きでゲップさせる方法です。まず赤ちゃんを縦抱きにします。赤ちゃんの背中を下から上に向かってさすったり、トントンと軽く叩いてください。トン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 、下から上へトントンと叩くようにすると空気が出やすいです。そうやって下から上に出すんだな、うん、そうやな、この時の注意点が、ゲップと同時に赤ちゃんがミルクや母乳を吐き戻してしまうことがあるので、パパやママの方にタオルやガーゼを当てておくと洋服が汚れる心配がないです。これな、こんな風にね。なるほどな、あ、これ一つで服洗わなくていいようになるな。お互いな、赤ちゃんもママもな、パパもな。ほらどうせやらんけど思ってんねやろ。いやいや、やるよ。次に2つ目、膝の上に座らせてゲップさせるです。まず左側の太ももの上に赤ちゃんを座らせます。右手を赤ちゃんの左の脇の下に入れて、前かがみにもたりかけるようにします。こんな風に脇の下に手を入れます。赤ちゃんを前かがみにさせます。この時に親指の付け根あたりに赤ちゃんの顎を乗せるようにしてください。次に赤ちゃんの背中を下から上に向かってさするか、下から上へトントンと軽く叩きます。こうこうこうか、こうな、撫でる感じかな。撫でる感じがいい。この時の注意点が、赤ちゃんの胸にパパやママの手のひらが当たるようにすることで、赤ちゃんの胸を軽く圧迫することになるので、ゲップが出やすくなります。なるほどな、やりやすい、こっちよりもこ、あ、足の方が安定するな、怖くないな。ちなみに首座ってない赤ちゃんの場合は、お腹を支えて頭も支えて前かがみにしてあげて、さする、下から上にさする、これがいい、やりやすいかも。そういうことね。以上、ゲップをさせる方法2つご紹介しました。ただ空気をあまり飲み込まなかったりする子もいて、個人差があるので、絶対に出さないとって必死にならなくてもいいかなと思います。出ない場合は
少し時間を置いてからやってみるといいと思います。今回は新生児のゲップのさせ方について2つご紹介していきました。ぜひ皆さん参考にしてみてください。参考にしてね参考この動画が良ければグッドボタン、高評価とチャンネル登録お願いします。質問があればどんどんコメントで教えてください。今日も皆さんにとって素敵な育児デーでありますように。バイバーイ。